はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、ということで、本日、梅雨ですね。暑いですね。足見てください。キャッチャー防具、レガースだけつけてます。っていうのも、この前ちょっとね、YouTube で、プロ野球選手たちの試合前練習、ね、よく上げてるじゃないですか。見てたんですよ。で、キャッチャーの人が、キャッチャーミットで、サードとかショート入って、足に防具つけてノック受けてんなーっていうのを見て、これなんか俺は練習にならないかなと。キャッチャー、なんかずっと座ってます、動きませんとか言ってますけど、ファーストカバー走ります、ボールそれたら走りますとかね、いろいろやってますよ。マジで夏場きついです。こいつが本当に邪魔で仕方ないですっていうので、これをつけて走って鳴らしとけばいいんじゃねえのっていう話なんで、でしかもキャッチャーミットでね、ノック受けてって、はい、なぜか普通のグローブも一個置いてありますけど、でこちらの水のプロと畠山、使ってって、でちょっとね、ノック受けていこうかなと思います。さすがにすいません、上は暑いんで上と下の温度差の感じがすごい違うよねこれ上ノースリーブで下レガースつけてて、そういった若干の、温度差の高低差もありますけれども、これで、ノック受けていこうと思います。それではやっていきます。はい、それではキャッチャーミットノックやっていきます。鎧をつけて最後、あー密封だ、ちょっと重てえな。はい、です。でやっぱね、さすがに普通のグローブとか取りやすいわ。よし、最後、へい。なんかね、心なしかね、音は普通のグローブよりこっちの方がいい。よし、体先行ったね。そしてなぜかキャッチャーミットの方が握り替えがしづらい。マジ出るな。取ることに特化しているミットのはずなのに。はい、ゴー。慣れねえ、早く鳴らさないとこのミット。ダメだからね。いや、暑いね。特に足。はい、ゴー。やっぱ出るな。どうなんだろう。やっぱノックだったらさすがに普通のグローブの方が取りやすいんだろうね。はい、ゴー。オッケー、引いた。いやー、ネガティブノック思い出すね。この暑さでノックし。さあ、はい、ゴー。こういう練習いいかもね。バックホームとかの取る練習とかっていうにはめちゃくちゃいいと思う。キャッチャーの練習としてはどうなんだろう。はい、ゴー。こういうやつ下がって取ったりから結局コンディションになるんだよな。今の位置で動かずにいかなきゃいけないんでね。はい、ゴー。よし、回線ショーでいきます。いいところって早急考えなくていいところ。はい、ゴー。タゲー。あーし。今どう？あのほら、よく見るじゃん。SNS。マジでバックホーム呼吸の練習にはもうめっちゃいいかもしれないこれ。いや、マジでいいわ、こんな練習。あ、ブロックしてる。むずいな。そう、コンディションの時代に高校野球やってなかったからさ、どういう風にタッチするってのが難しいんだ。あー、やった。あー、やった。これがむずい。だから、一回さ、多分ヒロトの返球で似たようなのあったんだよ。あー、ありましたね。ゾゾマリン決めるやつ。あれ、体で行って、後ろでは育たなかったけど、タッチができなかったから、勝負行った方がいいのかどうかっていう。タッチしてたら終わっちゃうんですか。うん。今の良かったんじゃない？若干膝ついてる。このノック、どうなんだろう。
うんだよ、怖いんだよ。当たり前だけど楽だな、こっちの方が全然。よし、はい、ということでやってきました。はい、もうね無理です。はい、かぶるみたいな、ふっふっていうことで、なんか練習になったかどうかって言ったら、多分ね意図した練習じゃなかったはず。俺がやりたかったのはスノードックなんだけど、結局タッチプレーとかっていう方になっちゃったけど、それはそれでいいのかなっていう風に思っています。まあその場から動かずね、できるだけ体の周辺で半身になってタッチしに行くとか、っていう練習にはすごい向いてるのかなと思ったんですけど、行かせ取れねえな、やばいね。俺キャッチャーやってるんだけどね、草キャッチャーやってるんですけど、草キャッチャーレベルマイナス50ぐらい、 100? マイナス100ぐらいなんで、まあもっともっとね、やっていこうと、頑張っていこうと、思っていますね。最終的に防具を外して普通のグローブで取った方が、まあまあそれさすがにいいんだけど、それにしても全然ちょっと差が近かったので、ちょっと体力と相談しながらのね、練習にはなると思いますが、キャッチャーの皆さんね、こういう練習も普通にいいんじゃないかなと思っています。はい、ということで本日は、キャッチャー防具のねレガースと、キャッチャーミットつけて、サードでノック受けてきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしょー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあれしょー、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。